朗読ラジオ番組「エンジェリック・リンク・サイド・ストーリー」の時間です今回はベルゼブ部のユイカがお送りしますゲーム本編でお楽しみいただいているエンジェリック・リンクのメインストーリーはアニメ「私能力は平均値でって言ったよね」の検索者フナ先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっています今回は もしエンジェリック・リンクの世界観設定でフナ先生がラノベを書いてみたらの第1話となりますルシフェルベリアルベルゼブブたちの世界でもしかしたら起きているかもしれないもしもの世界をお楽しみくださいそれではスタート第1話打点のうちを比べれば夢幻のごとくなり 勇者が教会で運命の出会いを果たした時から数日後教会のあるゴートウルフから西北西に位置した草原で今もう一つの事件が起きようとしていた <laughs> 少女は青空に長い光の尾を引いて今まさに凄まじいスピードで地上に落下しつつあった。 爆発音とともに大地から上がる土煙。りしばらくしてできたばかりの大きなクレーターからよろよろと這い出てくる姿があったはあ死ぬかと思った燃えるような赤い髪をかき上げて金の目をパチリと開くしかし特筆すべきは 少女の背には漆黒の夜空のようにつやめいた翼があったことうわたの白く美しい翼がこんなになっちゃった気に入ってたのに <laughs> くそ、小娘ダメ神、許すまじで、ここどこよ。勇者とやらのところに落ちるはずじゃなかったのその時 きらりと天が光った草原地帯を見回す少女の足元に天より放たれたヤブみが突き刺さるうん手紙何何胸がなさすぎたから。 リフティングボディの揚力計算に誤差が出て少し外れちゃったあとは自力で勇者のところまで行ってねって <laughs> あのクソちびた女神 <laughs> 突如怒り出し天にいる女神に向かい暴言を吐いた少女の名はハルファス小柄で あまりにも奥ゆかしいサイズの胸を持つ新たな打天使の一人だったいくら控えめでもカイムのやつよりはマシでしょけどここ本当にどこなのうーんんも見えないな人も街も <laughs> とにかく 勇者の居場所を探さなきゃでもその前に水と食料が先かなあにしてもどうしてお昼ご飯の直前に落とし上がるかなわざとかクソあのダメ髪いつか閉めてやる文句を言いながらもハルファスは黒い翼を収納する打点した影響で 形も色も変化してしまったが以前と変わらず翼の存在は自分で自由に操れるようだったはあ地上の人間たちに見られたらことだもんねひとまず近くの村か町でも探さないとは数時間歩いてようやくたどり着いた小さな村 その村の中心にある食堂でようやくハルファスは遅くなった昼食にありついたふんふん,ふん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 何これむちゃくちゃおいしいねえお姉さんこれと同じの10皿おかわりはふん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 、うんそういえば地上界では 店で食事をするにはお金ってものが必要とか聞いたことがあるけれどそんなの私持ってないけどいいのかなまあなんとかなるでしょういざとなったら最悪軽く殴って気絶させればいいし簡単なことだよね展開ではそれで通ってたんだし今は美味しいご飯に集中そしてハルファスのお腹が満腹状態に近づき 食堂の主人の命が風前の灯火となった時その場に救いの女神が現れたはハルチンだえその声デカラビアハルファスが振り向いた先に同じ年頃の3人の少女が立っているハルちゃんさあ 無事でよかった一人だけ迷子とはなさすがハルカスダンタリオンそれにアンドラスもえてかアンドラスはカスって言うの地上に落ちてきたばかりのハルファスの知り合いらしき少女たちつまり当然ながらこの3人も天から落ちてきた打天使だった きっとお腹も空いてるんじゃないかって心配したよ涙を浮かべハルファスにほとんど裸同然の姿で抱きついてきた踊り子風の少女がデカラビア胸が大きいが別にそれで名前にデカがついているというわけではない本体は人手の姿をとる打天使の一人 おそらくラビアの後だったから補正値を大きくしすぎて女神が座標を間違ったあの女神ならありえる冷静に状況を分析し淡々とした口調で話すひときわ身長の低い少女がダンン。タリオン芸術や学問を愛する変装の名手で相手の心理を読むのが得意な打点使。 ちなみに胸は小ぶりだがハルファスほどではないその飯うまそうだなところで何でこんな場所にいるんだハルファスに問いかけたこの場にいる中で一番背が高いのが湯気の立つような熱い戦いが大好きなアンドラス胸の大きさは普通ちなみに鳥頭 どんなことでも散歩歩けばすべて忘れる残念な頭脳を持つ堕天使。そのアンドラスの「どうしてここにいるのか」という言葉にハルファスは怒りの原因を思い出したそうなのよあのダメ神計算が狂ったとか言いやがったのよあ,あんたたちこそどうしてここにって聞くまでもないか。 私たちはちゃんと3人とも同じところに落とされたんだけどデカラビアの言葉にダンタリオンとアンドラスも続くきっとハルちゃんはそれだもんな3人の視線がハルファスの胸元に集まる何よなんでいきなり黙るの あ,あ強く生きろよ小さくても死ぬわけじゃないからなあちょっとそれどういう意味なのよアンドラスのあれみの視線にハルファスは絶叫するのだったそういやあんたたち今まで何してたの、うん忘れたハルファスの質問に アンドラスが簡潔に答えるあんまりにもすっぱりとした答えにデカラビアが笑った<笑>ドラスちゃんは相変わらずだねで落とされたばかりってハルチンお金持ってるのもちろんよそんなの持ってるわけないよまあ殴れば何とかなるでしょう なるわけないでしょえっそうなのハルファスの驚きにデカラビアが突っ込み、ダンタリオンが呆れた当たり前デカラビアがまあまあとたしなめるリオンちゃんちょっとハルチンに教えてあげてうん仕方ない ということでハルファスは一緒に食事をしながら少しだけ先に落ちてきた3人に地上界の常識を教わることになったそして1時間後 <laughs> なるほど地上界って結構面倒なのねテーブルを共に囲むうちになぜかハルファスは4人組のリーダーの座に収まっていた 地上界の常識には少々疎かったが恐るべきことにこの4人の中では比較的まともで常識があったからだった <laughs> じゃあこの世界のこともなんとなく分かったし4人で勇者を探す旅に出るよ勇者の年齢は私たちと同じくらいもちろん性別は男名前と居場所は 誰か聞いてるデカラビアはえっハルチンが聞いてたんじゃなかったのリオンちゃんもそう思ってたのよね私も知らないドラスはうん忘れたえっ嘘でしょ誰一人として一番大切な勇者の情報を持ってないってこと 信じられないあのダメ神きっと本人のところへ落とす予定だったから名前やら住んでる場所やら教える手も省きやがったのうん早速善と多難じゃないの出足をくじかれて肩を落とすハルファスだったがデカラビアは隣でのんきな笑顔を浮かべているあらあら大丈夫よ だって地上界ってこんなにご飯が美味しいのよしかも徹夜で仕事しなくていいしあの幼女神様の面倒も見なくていいし自由に旅して楽しんでしかもその旅の目的が勇者を探すってことなのよそれにもし勇者が素敵な男の人だったらなるほど 一理あるハルファスと同じようにダンタリオンもうなずくさらにアンドラスが続けた <laughs> しかもこれあれだろ女神の命令に基づいた行動だからって何をやってもお咎めなし全て神明で通せるってことだろ全部女神のせいにできるってことは。 あとは分かるよなアンドラスの発言にハルファスの目が輝いたえそれはつまりえっとえ,えしばし続く沈黙そして響く4人の歓声。 地上界最高 !4 人は声を揃えてこの状況に喜んでいたその理由は例の女神である。こうして地上界にやや常識に欠けたとんでもない打天使たちが解き放たれてしまったのだった。 今回はここまでいかがでしたでしょうかみんなとても個性的で可愛かったですね次回は打天使たちがお金を稼ぐようです楽しみにお待ちください今回はベルゼブブ役ゆいかがお送りいたしましたさようなら